番組はキナチャンネルという、私がやっておる好き放題する番組でございます。今日はですねスペシャルでして、見ていただいた通り今日は私生まれて初めてエレキギターを作ってもらいました。イエーイ、オリジナルギターでございます。どうですか、可愛いでしょ、最高でしょ、これやばくないですか。そしてですね、このきなこのオリジナルギターを作ってくださいました職人さんをご紹介したいと思います。幹事ウッドカービング&ミュージカルインストゥルメンツの川端幹事さんです。イエーイ、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、なんだこれ。ね、どうもどうも、はじめまして、いつもお世話になりまして幹事さんでございます。今日はちょっとオレンジの T シャツで気合が入っております、はい、おめくつしてます。いやー、ほんとあのここ幹事さんのね工房なんですけども、はい、今日はここにお邪魔してちょっと制作秘話的な自慢話をできたらなみたいな感じで考えております。まずですね、やっぱりなんといってもなんで私がエレキギターを幹事さんに作ってもらったかっていうところをまずお話ししたいんですけどもね、時は2000何年かちょっと忘れましたけども、まあ、出会ってすぐぐらいの時ですね、私が東京に上京してきまして、まあもちろんいつもアコースティックギターでこう弾き語りをねしてるんですわ、最初から、はい、でそのだからアコーギーで歌うっていうのしかやったことがなかったんですけども、その自分で弾くとしたら、でそのバンドとかでやるときはもうギタリストの人がエレキ弾いてみたいな、自分はアコギ弾いてって感じだったんやけど、いやーエレキギターかっこいいよなーっていうのはねやっぱずっとあったんですよ。で硬いよ大丈夫感じは、はい、慣れてないから、はいはい、リラックスリラックス、まあでもね、実は昼間も語り倒してきたんですけどね、それでもちょっとヘトヘトなんですけどまあそのエレキギターをで、だからエレキギターを弾きたいっていう気持ちと、でも自分はシンガーソングライターなんで弾き語りをエレキでやるっていう、やっぱりこう何て言うんですかね、発想っていうのがなかったんですよね、周りにもいなかったですし。でもなんかエレキで弾き語りやりたいなっていう気持ちだけはどっかぼんやりやっぱずっとあってですね、んでこの幹事さんの工房に初めてお邪魔した時にちょっとそういう話になってん、はい、でその時にじゃあちょっときなこちゃん俺の作ったエレキ弾いてみるってなって、え弾いていいですかってなってこう弾いて歌ってみたらできるじゃんってなったんですよね。えできるやエレキで弾き語り成立してるってなって、だから今まで思ってたこうエレキ ギターの感覚と全然違ったんですよ。すごい自然に弾けた。でそれでやっぱそっからずっとエレキギターが欲しいなっていう気持ちが強くなっててですね、それでついにお願いして、ついにできたんです。今日は2014年6月29日なんですけども、はい、もうねこれ1週間ぐらい前にね、もらったんですけどね、もう何やろ箱入ってるやんケースに、これで、ね、その前からなんかこう幹事さんがメールくれるわけですよ、制作過程みたいな今こんな感じみたいなのを、でその時のなんか変な言い方、幹事さんもウキウキして作ってくれてるのがすごい分かって、私もすごいウキウキしてもう待ってて、で私がねお願いした点っていうのはねたった2つしかないんですよ。でそれは1つは私の歌声に合ってるってこと、私の歌声でエレキで弾き語りができるギターを作ってください。でもう一つは赤色は赤がいいってそんだけでしたね、あとはお任せで、あとはもうお任せっていうので、作ってもらったんですけども、なんかねもうそこはカニさんはいつもほら私の歌もギターも弾いてくれてるし、なんかすごいその今までいっぱいいいギター作ってきたのもいっぱい見てきたから、なんかもうそこは丸投げでしたね。ああ、ありがとうございます、絶対いいもんできる自信があったので私が作るんじゃないですけど、いやいやいやそれで届いたんですけども、
もうね届いて家帰って夜中にね、うん、こう家に帰り着いたんですけど、こうドキドキしながらこうケースをパカって開けた瞬間にうわって言いましたねうわってなった、うん、この子が出てきて、うん、でね、そう私ね実はね、うん、そのねこうもらった初日、うん、実はギター触ってないんですよ、うん、せっかく来たのに来たね、来て、うん、すぐわってこう、うん、弾きたいんだけど、うん、もうなんか触れないわけですよ。なんかもうか輝かしすぎて、あ嬉しい、だから、うん、なんろうこう覗いて、うん、あいや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 ちょっと手洗ってみたいな、いや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 みたいな、本当なんかね、よく俗にこう男の子が好きな女の子好きすぎるとこう、うん、手出せないとか言っちゃう、うん、こういう気持ちかと思ってね。順調だ、うん、そうでも一晩中こうやって見ながら、あもう一回だけ見ようって思ってで結局隣で寝てたんですけどでね、ほんとその出来たてのね、うん、ギターのあの匂い、あれ何の匂いなんやろか、うん、でもまあ基本的にはその塗装の匂いだった、塗装の匂いなんかな、うん、その匂いがまたこう金銭に触れるわけですよ、うん、なんかうわーみたいな、ついに来たーみたいなね感じで、その日はもうとにかく弾かずにもう見てた、見てました見て一緒に 寝てました。嬉しいですね。で次の日になんかいつまでも手出さないのもきっと手出してって思ってるからと思って、なんかハッて触って、うん、わっ、うん、いいを弾いた、私覚えてる、初めて弾いたほどいいだった、いいねってなったわけ生音で弾いて本当生で弾くとこんな感じなんだけど、うわーってうわーってうわーってなったうわーってなって、そっからずっと弾いてたんですよ。嬉しい、でもそこまで喜んでもらえたら、やっぱ作った方としては、うん、制作家ムーリーにつきますね。それでその弾いてて、なんか今日やっとね、うん、2人の予定があったからね、いざアンプ、アンプもカンジさんのアンプで、うん、よしスタジオ行ってついに鳴らしますかと、うん、まあ2人で言ったらまあチェックですよね、うん、そのサウンドチェックを、サウンドチェックですよね、うん、そのあの納品の最後の段階的なあれでしょ、うん、でももう、うん、っていうかね早くもう鳴らしたってうずうずしてたみたいな感じですよね、うん、で鳴らして1曲やって、うん、いやいいやん最高やんバーまた違う曲やっていいやんってなってでまた違う曲やっていいやん、もう本当それだけしか喋ってないですよね、うん、今日は今日2時間弾きっぱなしで、弾きっぱなしでもう弾けど弾けど気持ちいいから、あ嬉しい、なんかもう次々違う曲弾きたいって、うん、なんかこう口でいろいろこうね、うん、語り合うよりもう一瞬でしたよね、一曲やって、うん、笑いが止まんないいやでも嬉しい、最高ってなって、うん、でまあそんなんでその後はブワー喋り通してたわけですけどね、うん、あのオムライス食べながらコーヒー飲みながらだからもう別に喋ることもうないんですけどはい、この二人ではねこの二人ではね、うん、でもちょっとお届けしたいと思いまして、はい、まあでもまあ一番はあれですよ、私の感想をね、はい、言わせてもらうとね、なんだろう、あ私すごい楽器好きなんですけど、アコギももちろん好きだし、でなんていうかな、ドラム好きでドラム叩き語りとかやってたりするんですね、あとウクレレクリスマスにこうったでしょ、で正月にはニューオリンズに行ってラッパ買ってきたでしょ、そんなに楽器すごい好きなんですけど、あでピアノもちょっとちっちゃい時からやってたんでピアノ好き、とにかく楽器好きなんだけど、こんなに一瞬で仲良くなれた楽器が初めて、おそれ嬉しい、だって思った、なんかなんだろう、かっこつけずに接せることができた、すごい、だから全然その腕前で言ったら全然下手くそなんですけど、だけどそんな自分すらも受け入れてくれる、すごいねワイドでね柔らかいなっていうのが一番の印象だったですね。あと自分のこうここのイメージがそのまま出ちゃう感じがする。
良くも悪くも、うん、だからこうすごいこう歌いながらこう身振り手振りやってるノリで弾ける、うん、やってるぐらいのつもりで、ギターを弾いたうちはあんまり感覚じゃない、なんかもう一人の自分みたいな生き物みたいな感じがねすごいします。ほんとだからこう弾いてるっていう感覚値よりこうここでも歌っとるしここでも歌っとるっていう感じがねすごいするけど、とにかくなんて器のでかいんだ君はっていうそこ一番感じます。なんでそういう風になったんでしょうね。なんででしょうねいやいや作った本人作った本人でもやっぱりこういう風にしたらきなこちゃんに喜んでもらえるんじゃないかなっていうことをやっぱ考えながら、うんうん、作るときはやっぱりきなこちゃんのことを考えながら作って、こういうときはこういう風に響いてくれたらいいなとか、うんうんうん、こういうときはこういう風になってくれたらいいなっていうのをやっぱ今までライブも見てるから、うん、きなこちゃんが弾いてる姿